遠藤種党は、大海三上藩の第五代藩主。三上藩遠藤家十代。江戸幕府の若年寄りを務めた。完成五年十一月二十二日、美濃大垣藩の第七代藩主、戸田氏乗の三男として、江戸五福京の戸田屋敷で生まれる。共和元年十二月八日、三上藩の第四代藩主、遠藤種と美の養子となる。 文化六年五月十五日、将軍、徳川家成に配越する。文化八年六月二十三日に種富が病で隠居したため家徳を継ぎ、十二月十一日に、位した田島守に、ジ位、任官する。文化九年二月三日に、江戸城、田安門番に任じられ、四月十七日に、日光祭祀奉行に任じられる。 その後も大阪城青屋高架板、江戸城馬場崎五門守衛、大阪城、岩木坂花板、大阪城玉作口定番など所役を歴任した。天保八年の大塩平八郎の乱の際には、玉作口定番を務めていた。京橋口定番は、米倉義和であったが、まだ着任していなかったため、種党が両口の守備を兼務し、大阪城代、 ド入りくらいの下で鎮圧に功績を挙げた。大久保忠実、松平城官、水野忠国の三老十連署の勘定が送られ、将軍家成からは、倉党が下手された。第十一代将軍、徳川家成と、第十二代将軍、家吉の双方から信を受けて、天保十二年八月十日、若年寄りに任じられ、 海江4年まで10年間勤めた。海江5年12月25日、江戸城を勝手係及び、西の丸造営奉行、海岸防御筋、御用係を命じられ、2000国の画像を受けて領地は、経営1万2000国となる。種島が構築に関わった第6大城種島と、カラフト問題で交渉したニコライムラビオフアムールの、肖像画幕末期の幕政にも参与し、 徳川将軍家の諸大名との婚姻の事務関係の処理を務め、ロシアとの領土交渉や、第十四代将軍、徳川家持と和宮の婚姻をまとめる公も、挙げている。和宮の関東御下校の際には、婚姻大礼御用係を務めた。安政元年内会大場バ造用係を命じられ、万延元年四月十五日には、上司閣に任じられ、本丸造営御用係に、 就任、5月には、国益手法御用係、外国貿易筋、御用係に就任した。安政6年、ロシアの東シベリア総督、ニコライ・ムラビオフ・アムールが、自ら軍艦7隻を率いて、江戸湾の品川に来航。カラフト全土は、路量と威嚇、主張したが、同年7月26日、虎ノ門天徳寺における、江戸幕府とムラビオフの会談の席上、 幕府は、外国事務係のため等と、坂井正氏を通して、これを完全に知りけた。安政7年3月3日、早朝、桜田門外の変により、大老、井伊直助は撃たれた。井伊家の行列に襲撃をかけた、実行犯の一人、有村寺左衛門のが直助の主休を掲げて、現場を離れたが、有村は深手を追っており、逃走不能と判断し、 遠藤や屋敷の門前で自決を図った。有村は遠藤家判定内に収容されたが、同日中に死亡した。たまたま遠藤家の門前であっただけなのだが、これにより、いい直助の主給を遠藤家が入手してしまい、直助に対しあまり良い感情を持っていなかった。種洞ら遠藤家側と主給の返還を求めるいい家との間で、 返還交渉は同日夕方まで押し問,問答となった。万、ま、延元年7月、老齢を理由に省略を免ぜられたが、文久元年4月16日、軍政用係、陸海軍備え向きに任じられた。7月15日に14位下に召呈され、7月19日には、民部大輔に選任された。この官位は一万円国クラスの大名としては、異例の行為である。 文久三年十月七日、老齢を理由に隠居を許され、家督を三男の種木に譲って引退した。それでも、なお、源氏元年十二月十九日には、中司大輔に選任するなど、幕府の真は扱った。明治三年九月二十五日に死去。去年七十八。遠藤家は、東氏の末裔であるとされる、不大格大名であるが、 タネ自身はという流れで、家康の男系七世孫にあたる。戸田家は、愚上藩時代の遠藤家に、戸田市心の娘が嫁ぎ、市心の息子の戸田市西が、老いの遠藤とこはるとその子、常久を貢献し、常久の養成で、血筋が絶えた後に遠藤種親を当主に、三上藩主家として再興された際、旗本の子であった。 種親を一旦死にしの次男と脱死生の養子とした、上で、遠藤家の養子とした、など、多重の縁がある。ありがとうございます。